よし、投稿する。ああ、こっち入ってる。こんにちは。いやあ。もう一回これ。何か。おはよう。うわあ、見てくれてる。こんばんは。おはよう。ペッパーディフコーさん、こっちで開いて、あの、なんだっけ、ムサイクになったらひどあれ、俺だけ待って、本当に今日は親知らず抜いてきたの、痛い、てか血が止まんない、マジ可愛くなったねありがとう何細くなるんだ、痛くないんだよ、歯は大丈夫、大丈夫です、生えてない、今ね、ティッシュなんか噛んでるの、なんか腫れてるけど、マジでリンクの萌えピー似てる、それたまに言われる、めっちゃ嬉しいけど、髪切ってクソ可愛くなりましたね、ありがとう、腫れてるの、うん、いい、おはるーしゃー、抜い、え、歯抜いてよだれが止まらない、なんでよだれが止まらないんだよ、早く抜いて正解、放っておくと手術の、マジか、でもまだ3本残ってるからな、わしらのエクボできるよ、エクボだけど変に笑えない、ご飯は食べたいね、お腹すいたな、今事務所にいるんですよ、特に理由はなく、なんか唇もカサカサ、やばいね、あ、コインありがとうございます、俺も親知らずある、抜いた方がいいよ、早く、滑舌ちょっと悪いか、喋れないの、両方抜くだろ、いや全部抜きたい、本当にもうね、頑張ってね、全部抜くよ、でもさ、親知らずってさ、下の方が痛いんでしょ、あ、コインありがとうございます、下、歯大丈夫なの、明日大丈夫大丈夫、ただね、血が止まらないんだよ、声キモいよね、アルプスの舞台挨拶で可愛いと思いました、ありがとうございます、おもはるがちこいかもしれない、あ、ちこいあ、コインありがとう、嬉しい、おもはるこんばんは、見たときちょっと気持ちよかったと書いてあった、なんかやばかったよ、ググかけかっこいいってスコン、ちょっと気持ちよかったよね、ピャーン、うん、ももはる好きだ、ありがとうございます、ガーゼしっかり噛んでるよ、こんばんは、あと花指、そうなの、花指変わってきちゃって、だからね、急いで抜いた、ももはる推し、なんでだよ、本当に本当に無理しないで、ありがとうね、でもね、全然大丈夫なの、本当にガーゼなければティッシュだよ、今抜いた歯を焼く、え、抜いた歯捨てちゃったよ、普通にいらねえと思って、怖くて抜けて、気持ちいいから抜いた方がいいよ、ももはるの息もかわいいね、かわいい、初見ですが帰ります、ひどー、帰っちゃうの、もうちょっと言おうよ、そんな長くやんないよ、今日はももはるの息も、あん？親知らず、みんなコメント早っ、親知らず噛んじゃったよ、親知らず抜くと顔小さくなって信じる声、私だよ、信じてるんだけど、え、どういうこと、まあヘラヘラできるから問題ない、え、ひどい、ヘラヘラしてないし、さすがに好き、ん、は、も、は、うん、やだ、想像したくない、何よ、なんか変なこと言ったっけ、うん、親知らず3本抜いたことある、一気にやば、一気に抜きたい、俺も、でもな、逆にな、あの、楽しみに取っといた方がいいと思う、親知らずなかったのか、もう巨人優勝したの、巨人ファン、みんなどこファンですか、なんで親知らず無縁の人っていいの、
いないわ。待って、充電ない。4% しかなかった。やば。ちょっと待ってね。よ。うそ。なんで俺がここ1時間ぐらいこすったことやってるのに。なんでお前が簡単にできて、俺が簡単にできねえんだよ、この野郎。すごい、社長が怒ってる。マモハラの目尻、めっちゃ好きかも。目尻ターン上手なんで、ターンをずっと。え、嬉しい、ターンとか。やば。うん、ほら入ってる間に励ましてた。ごめんよ。本当はティッシュより食わずの。やっぱな、そう思ってたよ。ちょっとごめん、ちょっと。ごめんなさい。うん、下の横浜オリックス、広島カーブ、そうだよね、地方によってやっぱ違うもんね。もうさ、こんにちは。あのね、今これ使ってる、これなんだっけ、あのなんか充電できるやつ。はあ、しゃべりづれー。ももはるだ、やいやい、エクボ触っていい。なんでだよ。ももはるちゃん髪切れ、今日はね美容室行ったばっかだから。そうだよ、そうなの。あいやさっさ難しいな。伊賀さん来ないよ、朝までバイトだよ、頑張って。100万席ミリオンスター、うーん、ビーシュ大丈夫とか。まず家帰った方がいいよね、普通に考えて。なんかみんな面白いこと言うね。昼ご飯何ですか。ラーメン食べたい。昨日さきもが美容室、そうそうそう、さっきもから LINE 来た、明日行くんでしょって。あ、お茶くれた。親知らずの話、ごちゃ混ぜてぜひしてください。いや、したいけどね、そんな面白い話ないんだよね。自分も美容室行きたいけど、色失敗したわ。マジで ?100 万語が読めないのか。ごめんなさい、バカだからな。すごく綺麗。ありがとう。やった。でもね、今日ね、やばかったの。今日ね、何時起きだっけな、5時とか4時半ぐらいかな、起きたの。だからなんかね、もう顔が変。一緒にお茶行きません。リキー、リキーがずっとね、オレンジのボール出すんだけど、おいでおいで、リキー、うん、何、おいで、ちょっと映ってごらん、おいでリキー。ニコ生の、ニコ生じゃなかった、ツイキャスの皆さんにこんばんは。はい、おいで、早くおいで、ほら、ああ、ほら、おいで、映ってごらん、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。なんでこっち来ないで、あ、捕まえたー、捕まえたー、リキ、こんにちはは、こんばんは、痛い痛い痛い、痛い、こんばんは、待って、うんうんうん、社長の犬です、リキちゃん、ほら、リキほら、みんな見てるよ、うんうんうん、分かった分かった、遊んでらっしゃい、うわ。あ、そう、あ、そう、本当に、おー、ありがとう。まだ眠い、投げキスちょうだい。やだよ、そんな恥ずかしいじゃん。福岡行きたいね。さきちゃん大丈夫かな、そういえばね、心配だよね。タピオカは、タピオカさっき飲んでよ、いっぱい。はるかさん、見たく可愛くなるにはどうしたらいいんですか。そうやだ、なんで30代の男性がそんなこと聞くんだよ。かわいくねえよ。リキこんばんは。かわいい。ね、かわいいよね。ももはる、行くぞー。あ、西田ね、朝、明日は家で。リキは何歳。はぁ、リキは10月のね、頭に誕生日だからね、もうすぐ、1歳。ももはる、かわいくて風邪治りそう。やったー、みんなで風邪とかね、親知らず治そうぜ。金沢にも遠征来てね。刺身美味しい。ああ、刺身食べたいな。やばい。やばい。あ、久しぶり。あ、ネクタイさん。は、大丈夫。大丈夫。お耳が可愛いので、ウィンクしてみて。ウィンクできない。うん、いいな、ワンちゃんかわいい、かわいいよね。ドイツからこんにちは。今午後3時の。ティータイムな、おしゃれー。いいな。ももはるがかわいすぎてつらいっす。ありがとう。パーマかけたらおやすみよかった。面白いね。
萌え、あ、てるおさんだ。こんにちは、お久しぶりです。名古屋の遠征の詳細ください。うん、詳細ね、いつだろうね。あの週だと思うよ。あの始まった次の週とかかな。うん、あんま言ったら怒られるからやめてよ。モハルちゃんみたいに可愛くなればなるには、あ、どうすればいいですか。やばい、そんな、やだ、可愛く、可愛い、私も必死だよ、必死だよ、みんなについていくのに。僕も犬飼っているよ、ゴールデン。いいな、乗りたいの、片側、こっち乗りたいの、こっち。明日の予約あるの、明日の予約あるの。 HSG さんに聞いてくれ。あ、めちゃハイさんのライブってことか。ちょっと聞いてみる。細田さん、細田さん、明日めちゃハイさんのライブって予約ある？明日だよね、めちゃハイさんのライブ。あの、一応今ね、名前で行けるようにね。あ、名前で行けるようにもやってるらしいです。ちょっと待ってね。うん、ちょっと待つ。忙しいのかな。マジマジのガチ恋してもいい？ガチ恋ってなんだ。チューチューサンバ、かわいい。なんか関西遠征はいつもシュントロファンを持ちしてます。ありがとうございます。メイクが下手なとこもかわいい。ありがとうございます。これね。うん、次おやすみ寝たらって穴開けてイヤリングしたら嫌だよ、怖いよ。今日髪切ったんだけどどうかな。見たいね。抜くのって何時間ぐらいか。いや、ちょっと聞いてびっくりしたことが、最初なんかね、変な麻酔打たれて麻酔がめっちゃ痛くて、やべえと思って、この調子で行ったら、はぁ、抜くのって超痛いんじゃんと思ったら、じゃあ今からちょっと口開けてねって言ったら、グリ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 、ミシミシって、もうちょっと開けてって言ったら、あ、もう抜けてるからね、大丈夫だよって言われて、え、もう抜けてるの。もうね、1分、2分ぐらい。この金額になんなきゃいけないから。うん、愛ちゃんの自宅はどうでしたか。めっちゃいい匂いした。いや、分かったよ、滑舌良くなりました。ちょっと喋るの頑張ってんだから。ガンマの時にもまらないことだったら、すべすべした。ありがとう。名古屋なのに行けないや。あー、そっか、つらいね。歯を抜いて喋りにくい。なんか歯抜いててる、血止めるのに喋りづらい。実はバイトナウ。マジか、13じゃないの。わかんないんだよね、まだ。わかるけど、さて、巨人優勝待っちゃったから残念、返しておきます。憧れみたいな感じが好きなの。いい、ありがとう。今面白いのいたのに。いい、抜いた方がいいよ、楽しいよ。え、しかも上の歯からまず抜くのがこうポイントらしい。下の歯をちょっと痛いんだって。11だけど明日一人でもいい。おいで、おいで、来る来る、おいでよ、おいでよ、周りくぞ、いや、ほい、いや、ほい、みんなかまどの舞台挨拶来てね、10月4日200人入るって、やば、痛いの麻酔だけだよね。そう、おもはらのキャスクソ面白いんだけど、マジで。ありがとう。ももはる。あ、見つか、見ろや、ガチ恋、ガチガチやぞ、ガチガチや、ね、恥ずかしい、やらせないでよ。読んだらやるしかないじゃん。結構長い。確かに、ごめん。え、あ、1分ってこと？そういうことか。そう、視聴者に配信紹介あげて。分かった。マシアさんのこと30、3時間も何すんの。え、そう、全然痛くない。血が止まらないだけで痛くない。え、薬もまだ飲んでないし、まだ麻酔効いてんのかな。なあ、いつ抜いたっけ、忘れた。なんかね、健全らしいよ、すごい。親知らず全部まっすぐ生えてきてて、あ、抜きやすいねみたいな言われた。くぅ、桃原さんにお会いしてみたいぞ。はるか、絶対さ、なんか写真とかの方がさ、あの、あれされるタイプだよね。会ったら、こんな子かよって幻滅されるタイプなの。
え、抜く時のガリガリって音はちょっとやばいよね。なんか骨を砕かれてる感じがして、ちょっと楽しかった。やばいね、そういうこと言ったらやばいね。今からちゃんと見るね。ありがとう。私したらダラダラ、よだれダラダラよだれダラダラだよね。そう、なんかさ、口開けて待ってる時、あの唾がいっぱい溜まっちゃうの恥ずかしいよね。でツコッと座れるやつ塩薬を振り出せて、やばい。はじめまして、初めて声聞きました。低いでしょう。ほんと可愛くない声でしょう。悩み、悩み。親知らずしてたの、あ、また読んじゃった。ごめんね。おっと、始まってた。こんばんは、こんばんは。ゆずぽんがバイト入れる日に、しゅんとの演奏が重なったら。ありがとう。親知らず入ってるけど痛くない。じゃ、痛くないとか痛いとかそういう問題じゃない。抜いた方がいいんだよ、親知らず。そうなのかな、わかんない。勝手な豆知識言っちゃった、ごめんなさい。行こうかしら。おいでおいで。下を抜いたことあるけどめっちゃ腫れるよ。マジか、腫れたらやばいな。今でもパンパンなのに、かも。これ以上パンパンになったら、あー、ただの